今日は自分が永遠に一人で喋ります。今日のお話はもうすでに知ってる方は性同一性障害の手術療法に対する健康保険適用のお話で、まあいろんな新聞で来年度なので来る4月から2018年4月から手術の費用が保険適用、今まで実費の10割負担から3割負担になりますよっていう話がいろんな新聞などとかネットとかでも報道があったかと思うんですけども、まあ、一体どこからどこまでがとか、まあ、細かいところなどは載ってないところも多いかと思うんで、調べる限り調べられるところまで調べてみました。ただあくまで決定が今月2月 の、 中央社会保険医療協議会っていうところで話がとても進められていて、まあ、そこで決定して初めて4月から施行されるという流れのようです。なのであくまでまだ不確定要素が多い話ではあるので、あそんな感じなんだぐらいで留めていただけたらと思います。あくまで不確定なお話なので、ではいきます。まあ、さっきも話した通りに、2018年の4月から保険適用が始まる可能性が十分高くなっています。で、今まで、例えば胸 FTM の方だと胸と子宮関係をやるので、日本国内で100万から130万ぐらいかな、一緒に同時にやってそれぐらいかかってる。まあ、海外にタイに行ってもだいたい1週間の宿泊とかでも多分同じぐらいとか、まあ、ちょっと安いところもあるかと思うんですけども、まあ、そのぐらいかかるのが、これが適用されれば100万の治療が30万円で今後は済むという話です。で、ただどこの病院も保険が適用になるというわけではなくて、決められた場所施設だけが対象になります。で、今現時点で上がってきている情報が、まあ、これも不確定なので病院名などは出しませんけども、今のところ3つ、今のところ沖縄県は入ってなさそうですけれども、おそらく入るんじゃないかね。まあ、これ調べればすぐ多分病院出ると思うんで、気になる人は見てみてください。まあ、基本的に大きな病院で入院ができるところがあって、それに対するチームがあってとか、あと認定医がいてとか、なんか細かい取り決めがあるらしくて、その基準をクリアしたところだけが対象になるようです。なので美容外科とか、まあ、クリニックとかでやってるところは対象から外れる、今まで通りっていうことになるようです。で、ちなみに保険が適用される内容が性同一性障害の手術療法と言われているものがほぼ全般なんですけど、FTM の人だと胸乳房切除術、子宮卵巣摘出、尿道延長、陰茎形成、まあ、胸、お腹、下半身 の、 例のものですね、陰茎、陰嚢切除、膣形成、陰核、陰唇形成、まあ、全部下半身の話ですね、が対象です。で、残念ながらMTF の方の包茎とか脱毛は対象外です。で、ホルモン療法も今のところ対象外で、この手術の話が通ってその次にこのホルモン療法も適用するかっていう話が進められるようなんで、まあそんなに遠くない近い未来、おそらくホルモン療法も適用になってくるかとは思います。まあ、ただもう手術して男性とか女性に戸籍が性別が変わればその後は保険適用になっているから、手術するまでがかからないってだけだと思うので、ホルモン療法、手術しないでホルモン療法だけしている方もいるかと思うんですけども、自分で7年とかね、まあ、その方たちも近い未来保険に適用になるかと思うんで、金銭的な負担は減ると思われます。
で、この情報がですね、GID.jp でもともと活動していた方 の、 山本蘭さん、今もその、理事長退任したらしいんですけども、退任した後も今も活動しているらしくて、積極的にいろいろ声を上げて動いていただいている方なんですけども、そちらの方の、活動日誌で、活動日誌のリブートっていうサイトに、結構いろんな細かい情報が載ってます。で、保険適用で3割になるって、それだけでも嬉しいことだったんですけども、保険適用になる病院で治療などができれば、高額医療の適用も受けられるってことなんで、高額医療を知ってる方も知らない方もいるかと思うんですけど、1ヶ月の病院代が、収入によるけども、ある一定金額を超えた分は払わなくていい。もし払ってしまった場合はその差額分を返してもらえるってやつなんで、一般的に8万から10万ぐらいと思うんですけど、それぐらいの出費で済む。なので、もしかしたらその1ヶ月の間に手術とかが全部、入院とかも収まっていれば、例えば100万の治療費が3割で30万になって、なおかつ高額医療も申請していれば、手術のも全部やっても10万以内で収まるかもかもしれない。保険適用になればこの高額医療が適用が受けられるっていうのもあるんで、これもちょっとこれから手術考えてる方はちょっといろいろ調べてみるといいと思います、だいぶ金銭的な負担が減るので、とっても嬉しいことではありますね。で、今月話が決まって決定したら、もう来る4月1日からは、保険、一部の医療機関で保険が適用されます。で、気をつけなければいけないのが、海外で受けるものは保険適用されませんので、これは気をつけた方がいいということと、今の時点で4月1日以降にその該当する施設で予約している方は保険の、適用が施行される前に予約してたとしても、それも保険の対象になるようなので、念のため対象期間が発表確定したら、見てみるといいかもしれないですね。で、それには出てる内容はこんな感じなんですけれども、ただ適用の話が出てくる中で、当事者の中でやった、よかったっていう人もいれば、そんなことしない方がいいのにっていう方も、当事者同士の中でいろんな意見が出てるらしく、当事者じゃない方々からもやっぱり良かったねっていう方もいれば、それはちょっとどうなのかなっていう方も、やっぱりいろんな意見がやっぱ出てきてはいるようなんですけども、安易に手術をしようとか、軽い気持ちで受けるっていうことは考えずに、自分たちがやっていく行動が、今後の先のみんな の、 ところにも影響してくるかと思うんで、手術を考える方はちゃんと考え、きちんと考えた上で構造していただければと思います。本当に愛の気持ちでやってね、安いからってやって、やっぱりなんかなんとかだったとかなんかやってしまうと、結局この話もなくなっていったりとか、そういえば昔で言えばこの性別を変えるためにこのガイドラインがないと、ガイドラインができる前は性別を変えることもできなかったし、それでやっとでガイドラインができていろいろやってとか、この今やっとで少しずつ生き方っていうのとか、生きやすくなってる、過ごしやすくなってるっていうのがやってきてるのに、自分たちが何か軽率な気持ちでやってしまった行動で、その先がなくなってしまうということも考えられなくはないので、自分を手術する前の人ではあるんですけども、自分のやっていく行動とか、発言だったりとか、周りに与える影響とかに関しては、ちょっと自分自身で責任を持ってやっていっていってほしいなと思います。もう自分も全然何も
そんな活動してるわけではないんで、そんな偉そうなこととかも言えないんですけれども、せっかく先人が引っ張ってやってきてくれたことが今やっとで、自分たちのところでも本当にやってくれたおかげで自分たちが今過ごしやすい時がやってきているので、自分たちで、自分たちができること、引っ張っていく方は引っ張っていくし、できないのはできない人なりに後の人たちのために何か残していけたらいいなと思ってます。このニュースはちょっと追っかけて見てるんですけれども、また何か情報が出てきましたらまた動画に上げられたらなと思います。保険が適用になるかもしれない、どこの病院でもいいわけではない、高額医療も適用になる、3つの話ね、金銭的なものがだいぶ軽くなると思って、皆さん調べてみてみてください。ただ正しく載せてるところとちょっと正しく載せないところもあるかもしれないんで、その記事を参考にするかどうかとか信憑性についてはもう各自の判断で見ていただけたらと思います。一応下 の、 概要欄のところに自分が参考に見た山本蘭さん の、 ページ載せていいのかな、リンクは一応載せておくんで、とても参考になるサイトとか、こんな風にやってるんだとか活動のこといろいろ書いてくれてるんで、もしよろしければ目を通してみてください。今日の話はおしまい、見ていただきありがとうございます。たまには真面目な話をしてみました、ありがとうございます。よかったと思ったらいいねをお願いします、チャンネル登録もよろしくお願いします。またね。バイバイ。